皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回は抗がん剤治療中のホエイプロテインが体重減少、筋肉痩せを防ぐというお話です。がん患者さんではですね、さまざまな理由によって栄養障害をきたすことが多くなってきます。中にはですね、体重が急に減ったり、あるいはですね、筋肉の量がすごく減って、痩せ細ってしまうと、そういう患者さんもいらっしゃいます。栄養素の中でもですね、特にやはりタンパク質が足りなくなるんですね。体内のこのタンパク質、例えばこのアルブミンなどがですね、減ると、筋肉痩せの原因になったり、あるいはですね、カヘキシアと呼ばれる非常に悪い状態になったり、あるいはですね、免疫力が低下するということが分かっています。そしてですね、結果的に生存率の低下にもつながるんですね。で、特にですね、抗がん剤治療中はですね、副作用によって食欲が低下したり、体を動かすことが減ってですね、非常にこういう栄養障害に陥りやすいわけです。ですから、この何らかの対策が必要になってきます。で、以前のですね、動画でもお伝えしましたけれども、がん患者さんにはですね、これプロテインの摂取をお勧めしています。で、今回はですね、抗がん剤治療を受ける進行がん患者さんを対象としたホエイプロテインの体重やですね、筋肉を維持する効果についての研究結果を紹介します。これはですね、イタリアからの研究です。抗がん剤治療をですね、予定した栄養状態の悪い進行がん患者166人を対象とした研究です。がんの種類はですね、肺がん、胃食道がん、膵臓がん、結腸がん、白血病、乳がんなど、様々なものでした。栄養指導に加えてですね、ホエイプロテインを1日 20g 摂取するグループと、ホエイプロテインを摂取しないグループにランダムに分けました。そして1ヶ月後および3ヶ月後にですね、体重、筋肉量などの体の組成、それから筋力ですね、そして治療の毒性、これいわゆる副作用について2つのグループで比較しました。で、その結果なんですけども、ホエイプロテインを摂取しなかったグループに比べてですね、ホエイプロテインを摂取したグループで筋肉の量、体重、および筋力がですね、優位に改善していました。例えばですね、このホエイプロテインを摂取していなかったグループではですね、3ヶ月後の体重がですね、平均でマイナス 0.7 キロであったのに対して、ホエイプロテインを摂取したグループではですね、プラス 1.0 キログラムと増加していました。またですね、筋力に関してはホエイプロテインをですね、摂取しなかったグループでは3ヶ月後のこの握力ですね、握力が平均でマイナス 0.9 キロであったのに対して、ホエイプロテインを摂取していたグループではプラス 1.4 キログラムと増加していました。さらにですね、このホエイプロテインを摂取しているグループで抗がん剤の毒性が優位に低くなっていました。つまりですね、抗がん剤の副作用が減っていたということですね。これ例えばですけども、グレード3以上のこの重症の副作用があった人は、ホエイプロテインを摂取しなかったグループでは 57% であったのに対して、ホエイプロテインを摂取していたグループではですね、18.5% と非常に低い結果でした。以上の結果よりですね、抗がん剤治療中にホエイプロテインを摂取することで体重の減少や筋肉の量の減少を防いで、さらにはですね、この抗がん剤による副作用を減らすことができると、そういう結果でした。ということでですね、抗がん剤治療を受けられるがん患者さんは、食事がですね、しっかりとれることが前提ではありますけれども、ホエイプロテインをサプリメントとして、試してみても良いと思います。以上です。はい、このがん情報チャンネルではがんについてのあらゆる情報や、最新の話題について分かりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいこと、取り上げてほしい話題などがありましたら、ぜひコメント欄の方で教えてください。またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。
がん情報チャンネルではがんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。またブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。